ようチャンネルです。みんな生きてる？ハイパーイセンチ、はい、藤井陽平の動画配信チャンネル久々にお届けとなります。はい、自分はゴールデンウィーク10連休さほど休みはなくいろいろやってきたんですが、富山から岡本和志先生がいらっしゃって、まあ、東大ってそれでブッとやられてる先生でラジオに来ていただいたんですが、その中でやっぱり自分が最近気になってる E イコール MC 現象、特殊相対性理論、相対性理論ですね、どっちかわからないですけど、そのアインシュタインの功績っていうところで、そういったところもやはり岡本和志先生はなんかこうやはり東大とかで勉強されてて詳しかったみたいで、ちょっとそういったところもまあ投げかけてはみたんですが、そういった領域に関しましてはやっぱり数学者とかが、物理学者かっていう人たちがやはり日々研究っていうのはされてるっていうところで、なかなかそこら辺のことはもうちょい聞けなかったなっていうところはありますが、岡本先生素晴らしい方に会えてなんか良かったなってちょっと思ってるゴールデンウィークです。はい、そしてまたまた今日はまた日記を開くでも読んでいます。日に3点数。はい、これこの宇宙に存在するものが全て刻々と動いている。万物無転、昨日の姿はもはやこのままでは今日存在しないし、一瞬一瞬にその姿を変えつつある。言い換えればこれはすなわち日に新たということで、日に新たな生成発展ということがこの宇宙の大原理であると言えよう。人間もまたこの大原理の中に生かされている。昨日の姿は今日はない、刻々に移り変わって刻々に新たな姿が生み出されている。そこにまた人間社会の生成発展がある。日の考えも人の考えもまた同じ。個人は君子は日に3点数と教えた。1日に3度も考えが変わるということは、すなわちそれだけ新たなものを生み出しているからこそで、これこそ君子なりというわけである。日に一定もしないようではいけないというのである。お互いにともすれば変わることに恐れを持ち、変えることに不安を持つ。これも人間の一面であろうが、しかしそれはすでに何かにとらわれた姿ではあるまいか。一点二点は進歩の姿、さらに日に3点よし4点よし、そこにそこそ生成発展があると感じるのも一つの見方ではなかろうか。はい、これやっぱり変わっていくことに対して恐れとかをなしていると、やはり成長とかそういったところも止まってしまうと思いますし、最近自分の感じというのはルーティン、毎日同じこうリズムを刻んでるだけではやはりこなすだけ、やっぱり自分なりにこう想像だったりやっぱり違うことをやることによって、脳の神経回路とかっていうのもなんかこう神経可塑性化っていうのもこう次第にこうやはりアップしていくと思いますので、道草もよし、やはりその変化っていうものも恐れずに捉えていくっていうことも必要なのかななんて思っております。はい、それで私なりの告知となりますと、6月にはあの倫理法人会というところで講話しますので、よかったらまたこういった動画にアップするので詳細見てください。ラジオは第1、第3水曜日20時より放送してますので、皆さん見てください。はい、まだまだ皆さん令和スタートして間もないですが、新元号になってからもいろいろな目標だったりそれなりの道っていうところで頑張っていきましょう。それでは